君が噂のドライバー。もう年なんだから無理するなよ、嬢ちゃん。いやいや、この楽しい時間を持つことが若さと健康を保つ秘訣さ。広島トジヤだ。ベストを尽くして相手をさせてもらう。俺のワンハンドステアをみんな変則的な技だと思ってるようだが、俺はこれで結構理にかなってるんだ。重要なことはいかに少ない打角で曲がれるかということだな。おお、このスピードについてこれるか。理想的なグリップ配分ができてますから、無駄のない車の走らせ方が完成するんだ。ドライビングは物理だからな。どこまでついてこれるかな。序盤から要素だった。どこかで追い抜かなくてはならないから、さあどうするか。言い訳はできないから。体力的な余裕はもうない。これで肩をつかさせてもらう。ついに取れるだけのグリップは残っていないはずだ。何をしている。限られたタイヤのキャパシティを単に使い切るだけではダメだ。いけそうだな。エースはリードを守れなかったというわけ。いつまでも引っ張るわけにはいかないよ。捕らえた。なんという時間だ。知られねえよ、ジョーちゃんが負けるなんて。いや、面目ない。最後はきっちりと勝たせてもらう予定だったんだ。君には心底を慌てさせられたい。ここ一番のスピードと集中力は俺の想定を超えたレベルだった。敵ながらあっぱれと言うしかない。